ガチズム。ブス自覚のない女にありがちなこと。いやー、やっぱこの女優可愛いな。俺最近ファンなんだよな。でもこういうのって実物で見たらもっと可愛いんだろうな。かー、握手会とかどっかでやってねえかな。それはないっしょ。実物は大したことないことが多いじゃない。案外生で見たら超残念な顔面かもしれないわよ。こういうのは画面の中だけで楽しむもんだって。だから夢見るのやめて諦めたら。どの面下げておっしゃってるんですかね。そういうことを言う人って自分が大したことないこと多いんですよ。というわけで一度鏡見てから出直してきてください。はい。自分を高く見積もって他の女を見下げていがち。てかひろゆきっぺーな。あら減ったな、もうこんな時間か。何か食べて帰るか。何食べよっかな。ねえ、やだ。あの人、なんか私のことずっと見てくるんだけど。キモ、怖、何、ストーカー？は？いや、見てない、全然見てない、勘弁してほしい。どうせ目に入れるんだったら、とりあえずあんたではない。目があったのは一瞬だし、なんなら見てたのおめえだろうがよ、めんどくせえな。一瞬目があっただけなのに、自分を見ていると勘違いしがち。おお、どぎつい自意識過剰ですな。はあ、気になってた人と音信不通になっちゃった、とほほ。まあまあ、次にいい人と出会えるよ。そんなに気を落とさないで。そうそう、そんなもん気にしてたら負けよ。男なんてそんなもんなんだから。まあ一つ言えるとしたら、あんたの男を見る目が悪かった。それだけよ。以後気をつけます。私こいつに彼氏がいるところ見たことないんだけど、それなのになんでこんな清々しいドヤ顔できるんだろう。逆に尊敬するわ。なぜか恋愛経験豊富そうなアピールをして気がち。天の声、我慢だよ、我慢だ。よし、今日は待ち込んだ。さあ気合い入れていくぞ。んだけど、緊張するな。はい、では時間が来ましたので席を移動してください。移動の時間か。よし、よいしょっと。よろしくお願いします。マジか。よちょっと待て、今めっちゃ嫌そうなため息ついたよな。そしてマジかって言ったよな。俺そんなに生きてねえか。っていうか、そんなふっけえため息つく目によ自分はどうなんだよ。こっちこそもっとふっけえため息つきてよ。人を容姿や見た目で判断しがち。これはムカつくな。私って合コンに行くといつも持ち帰されてるんだよね。もうモテすぎちゃって困っちゃう感じ。そうなんだ。へえ、そいつはすごいね。まあ持ち帰りしていただいている理由はその胸があるからだろうな。しかもその後付き合わずにやり捨てされてるということは間違いねえじゃねえか。モテてねえぞ。裁判長、以上です。体だけしか求められていないのにモテてると錯覚していがち。あれ、そのバッグ新しいね。どうしたの？あ、これこの間新作が出てたから買ったの。可愛いでしょ。似合ってる。めっちゃお気に入りなんだよね。まあカバンは可愛いけど、カバンはあんたにはあんまり似合ってないかな。は？ああ、ごめんごめん、気を悪くしないで。私何でもかんでもズバッと物事言っちゃうタイプだから。にしてもまあ私だったらそのカバンにもっとうまく服合わせられるかな。そうですか。なるほどね、人に厳しく自分にグラブジャムってか。同性に対する評価が厳しくなりがちで、自分は甘々でありがち。グラブジャム、世界で一番甘いお菓子ね。ごめん、お待たせ。待ったかな？ああ、全然待ってな、全然待ってなかったよ、全然。でも早く会いたかった。はははは、何この子、マジか。よし、じゃあみんな揃ったことだし、何食べに行く？私もお腹ペコペコ、早く食べたい。うわ、この子二重人格なのかしら。さっきの私と全然対応が違うじゃないのよ。やはりこういうタイプは男の前では猫かぶるわよね。いや、もはやライオン。男と女で言葉や態度を変換していがち。ねえ、これ見て見て、勘違いブスあるあるだって。自撮りが好き、無駄にいい匂いがするだって。わかるわかる、超わかるわ。こういう女いるよね。はい、いやそんなのただの偏見だろ。そしてそれを見て嘲笑っているのが勘違いブスのあるあるだろうな。おめえだよ。自分が勘違いブスであることに気づいていないがち。そら気づかねえだろうな。よし、俺も早く彼女欲しいし、トゥインダーで女の子でも探すか。どれどれ、おっ、この子可愛いじゃねえかよ。はあ、いいね。よし、文字通りいいねしよう。おっ、マッチングした。よし、早速明日会おうっと。翌日、まだかなまだかな、実物も可愛いといいな。楽しみだな。こんにちは。よっ、来た来た。さてさて、楽しむぞ。はい、どうもこんにちは。どうは
何？早く行こうよ。おい、プロフィール写真が全然違うじゃねえかよ。なんだよこれ。はあ、加工技術高すぎんだろうがよ。はあ、テクノロジーが進歩するのも考えようだな。おい、自撮りが別人級に見えるほどうまく撮りがち。いやまあね、 TikTok とかほとんどそうでしょうよ。はあ、なんか思った以上に酔っ払っちゃった、うん、おいおい大丈夫？肩は持とうか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。ご迷惑おかけしてすみません。あ、いやいや、迷惑だなんてそんな。よし、私も、あ、私も結構酔っちゃったわ。あ、フラフラする。ピトッ。はあ、そうなんだ。そんなに酔ったなら早く帰れば。あれれれ、休憩するとか言ってくれないの？肩を抱いてくれるとかしてくれないの？なんか私だけ対応おかしくないですか？行き過ぎた酔っ払ったアピールをして気がち。あー、うん、鬱陶しいね、うん。最近の男の子ってさ、草食系男子多いよね。私はリードされたい派なんだけどな。いやいやいや、今の時代女から行かないとダメでしょ。私なんてこの間逆難して家に持ち帰っちゃったんだから。そうなんだ。へえ。ああ、もしよかったら私がいろいろアドバイスしてあげようか。うん、いや結構です。え、拒否回答早くない？え、あんたに教わるぐらいだったら独り身でいる方がマシだわ。望んでないのに上から目線で望んでないアドバイスをして気がち。うわ、あの人めっちゃ綺麗だな。はあ、目の保養になるわ。でもでも胸小さくない？スタイルは良くないと思うわよ。あんた見る目ないわね。あ、いやそんなことないと思うけど。あ、でもあの人は胸もはっきり大きいし顔も可愛い。最高じゃねえかよ。でもああいうタイプは絶対浮気するよ。私わかるもん。くらー、すぐに逆張りしやがって。こいつは人の欠点しか視界に入れたくねえのか。まあ全部憶測だけど。そういうことばっかり言ってると全部てめえに返ってくるからな。綺麗な人や可愛い人を見つけると腹探ししがち。おう、桃子ちゃん LINE のアイコン自撮りにしたの？可愛いね。そうなの、ちょっと恥ずかしかったけどいい背景だったから頑張ってみたんだ。そうなんだ、うん、いいと思うよ。自撮り？自撮りね、へえ、まあ可愛いんじゃない。でも私だって自撮りしてるのよ。ほーら見てみ、これが本当の自撮りってやつよ。もはや顔というか胸アピールがすごい。っていうかもう胸しか見せる気がねえ。これは痛い自撮りだな。そして全然興奮しねえ。はあ、自撮りが顔だけじゃなくて胸も強調した痛い自撮りになりがち。ももこちゃんは趣味とかあるの？私は映画とか好きです。特に感動系が。だからネットフリとかでもよく見ますよ。へえ、そうなんだ。映画いいね。感動系の映画なら俺もよく見るよ。でも桃子ってスプラッター系の映画好きじゃなかった？グロいやつ。いや私はそっち系は好きとは言ったことないと思う。嘘嘘言ってたじゃん。血とか大好きだって。ピシャーみたいな。いやそんなことは。こいつ他人が注目されるとすぐこうやって蹴落とそうとする。ま、仮にスプラッター映画が好きだとしても俺は桃子ちゃんがいいけどな。自分以外の女が注目されるとあからさまに蹴落とそうとしがち。ああ、よーし、実際に蹴られちまえ。さっきさ、また男の人と目が合っちゃった。私ってそんなに追いたくなる女なのかな。ねえねえ、どう思う？まったく、こいつのこのすげえ自信はどっから来てるんだ？っていうか逆に考えると、こいつがこんなに自信を持ってるなら、っていうか持っていいなら、俺はもっと自信を持ってもいいんじゃねえのか？ん？そうだよな。え？自信満々な姿は知らないうちに他の人にも自信を与えていがち。これはいいことなんじゃないか？というわけで今回のありがちなこといかがでしたでしょうか？周りにこういう方いらっしゃいますか？もしよろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。